夏の甲子園、金足農業のメンバーについて、少子化の影響は金足農業にもある。昨年まで3年連続で定員割れ、中学で実績を残した吉田恒成の弟、大輝も県外の強豪私学への進学が頭をよぎった。だが、違う学校で甲子園に行っても面白くない。それに圭介さんの存在もあった、主将の高橋圭介もまた、準優勝メンバーの弟なのだ。大輝とは6年前、一緒に声を枯らした仲だ。1年先に入学し、金農に来いよ、と誘った。今年の金足農業の主将も、6年前のメンバーの弟なの普通にエモすぎるやろ。応援せざるを得ないな。兄弟ともに甲子園ってすごいことよな。ジャンプで連載してくれ。9回の攻撃は2018年の金農旋風を思い出したわ。2018メンバーの弟たちが5人ほどいる金農2024メンバー、エモすぎるやろ。最終回やばかったな、金足農業らしさ全開だったわ。金足農業が甲子園で金足農業してる。金足農業マジ泣いた。来年も楽しみ。金足農業にまた感動をもらったわ。吉田はこの経験を糧にまた来年甲子園に戻ってきてほしいな。あの時の金農があったから今の金農があって、今の金農があったから来年に期待やな。今年を戦ったメンバーがまた来年戦うのは、6年前とは違う展開になりそう。金足農業はいつの時代も、球場全体を味方にできる力を持ってるな。吉田兄弟はもちろん、師匠高橋があの時の高橋の弟と知って、マジで映画やんってなってる。金足農業はこれから甲子園出たら、毎回観客が味方になるだろうな。吉田恒成の弟はまだ2年生だから、これからが楽しみだな。今すぐに漫画連載してくれ。吉田大輝が3年生の夏甲子園で、また金農旋風を見せてくれるというシナリオのドラマかもしれんな。